はい、どうも皆さん、こんにちは、スイッチョです。ついにね、戦国史も4回目になりましたけれども、今日は雪解けの到来っていうのをやります。はい。じゃあまずね、雪解けって何っていう、そこですよね。で、雪解けっていうのはその名の通り、雪が解けるんですよ。で、今回戦国史でずっとやってるのが、冷戦なわけですけど、要は雪って冷たいものでしょ。冷たいものでしょ。冷たいものが溶けていく。つまり、冷戦がだんだん収まっていくんですよ。っていうことが、この1950年代の情勢なわけですね。それを今日は取り上げていきます。結構面白くなってきますよ、ここから。はい、じゃあいきます。まず、丸1。じゃあまず、アメリカからいきましょう。丸1、丸2でね、丸1と丸2で、アメリカとソ連の2つの国で、何が起こったのか。起こったっていうか、どういうことが、どうなったのかってことをやりますね。で、まず、アメリカは、今までトルーマンっていう人が大統領だったんですが、そいつが、トルーマンっていう人が大統領だったんですが、そいつが外れて、新しく、アイゼンハウアーっていう人が大統領につくようになりました。アイゼンハウアーですね。はい。で、アイゼンハウアーは共和党の人です。はい。それはいいでしょう。共和党の人なんですが、これ共産主義、これ、括弧共っていうのも書きましたけど、これ共和党ですよ。共産主義だったら絶対おかしいでしょ。アメリカは絶対資本主義ですよ。アメリカは絶対資本主義。で、ソ連は絶対社会主義ですよ。ね、いいですか？だから、この括弧共が共産主義だったら終わってるよね。これ共和党って意味ですからね。はい、アイゼンハウアーという人が、アイゼンハウアー大統領として、就任することになりました。いつまで就任するかって、1953年から61年までです。ちなみにアメリカはこの62年以降の大統領はケネディになりますね。はい。じゃあ次です。次、ソ連も同じく大統領が変わりました。誰になりま、今まで誰だったかというと、今まではスターリンっていう人が大統領を務めてたんですね。ところが、スターリンが亡くなってしまったために、大統領が変わってしまうわけですね。で、スターリンの死が1953年です。そして、新しくスターリンの後継者としてついたのが、誰かって話ですが、これが、ちょっと覚えにくいかもしれませんが、覚えてください。フルシチョフという人が大統領につきました。で、実はですね、このフルシチョフが大統領についたのも、アイゼンハウアーと同じで、1953年から61年なんですね。これが同じ年、就任期間が同じだっていう、これもちょっと注目したいところですよね。後で関係してくるんでしょうかね。してくるんでしょうね、きっと。で、ですね、ちょっともう一つ話を加えさせていただきたいんですが、簡単に整理しましょう。まず、ちょっと一回これ消していいですかね。いいかな。いや、消すのやめよう。はい、ですね、何度も何度も話しますが、冷戦構造を確認しておきましょう。アメリカとソ連、ね、資本主義、社会主義の対立だということですよね。で、当然、これらの国には下に子分がいたわけですね。アメリカだったら西ヨーロッパや日本がいました。で、ソ連の下には中国や東欧がいましたと、今書きませんけどね、がいましたよっていうことなんです。で、アメリカは今まではさっきも言ったようにトルーマンっていう人が、大統領だったんですね。で、確か一番最初の授業でトルーマンドクトリンっていう名前が出てきましたよね。封じ込め政策。そういうのを出した人ですよね。で、一方、ソ連は今まで、要はスターリンっていう人が大統領を務めてたんですね。で、スターリンが死んでしまった。で、トルーマンは何か知らんけど、普通に辞めちゃいましたというだけなんですが、スターリンは実は死んじゃったんですね。はい。で、スターリンが死んだってすごいでっかい出来事なんです。で、スターリン、トルーマンは聞いたことある人はいないかもしれないけど、スターリンならほとんどの人聞いたことあると思うんですよ。耳にしたことぐらい絶対あるでしょ。それほど有名なのは何でかってことを軽く言っておきます。
スターリンってこの人、もうありえないんですが、独裁者なんですね。独裁者。で、だからもう死ぬまでずっと辞めないっていう立場にいて、で、この人もとにかくもう自分にとって嫌だという、自分にとってもう腹の立つ人がいたらとにかく殺すんですね。例えば夜中、せっかく寝ようとしたら、なんか猫の鳴き声が聞こえてきた。そしたら、猫を殺すだけじゃなくて、その猫の飼い主も殺せっていうふうに命令するんですよ。すごいでしょ。そのぐらいすごい独裁者の方で。で、そのスターリンが死んでしまったと。で、ソ連の陣営には、まあ今書きますけど、中国とか、それから東ヨーロッパの国々がいたんですね。で、スターリンが死ぬっていう、これが中国と東ヨーロッパにどういう影響を与えたのかっていうことをちょっと軽く言っておきたいんですが、まず、実はこれによって中国はソ連と仲を悪くしてしまうんですね。ソ連と仲悪くなる。なんでか。なんでかというと、中国の人たちって、スターリンのことすごい、いい人だと思ってたんですね、中国の人たちって。それをスターリン主義って言うんですけど、中国の人たちの中にはスターリン主義者がもう本当多くて、みんなスターリンを信じていたんですよ。だからスターリンが死んだっていうことは、まあ、この独裁者が死んだってことは、まあ、本当は嬉しいはずなんだけど、中国の人たちはにとってはまあすごい嫌なことだったんですね。だからまあソ連の人たちにとっては嬉しかったんだけど、中国にとっては、まあ、スターリン主義だったからソ連と仲が悪くなってしまったってことなんですね。で、東ヨーロッパにはどういう影響を与えたのかというと、実は東ヨーロッパには今までスターリンの権威を傘に着て威張ってた人たちがいっぱいいたんですね。もう一回言いますよ。スターリンの権威を傘に着て威張っていた人たちがいっぱいいたんですが、もう威張れなくなってしまったんですよ。スターリンが死んでしまったから。この人たちね、やべえ、なんも俺ら権威もうねえわってなってしまって、で、その結果労働者などがデモを起こしてしまうんですね。東ヨーロッパなどでは、労働者などにしておきましょうかね。他にも知識人や学生もいるんですが、労働者などがたくさんのデモを起こすんですね。で、それがですね、まあ、これからやって、後でまたで、丸ごとから出てくる内容なんですが、まあ、とにかく、なんでデモを起こしたかって言ったら、もう、労働者たちの立場から考えれば、よし、スターリンが死んだんだ。じゃあ、こいつら呼ばれなくなった。ということは、俺たち何でもできるっていうふうに、労働者たちが、そういうふうに、まあ、ちょっと、嬉しくなって、で、デモを起こしたわけですね。そういう、まあ、ソ連に対する暴動っていうのも、また起こってきます。はい。で、とりあえず、丸2番まではそんな感じで、とにかく、今までのトルーマンとスターリンが死んで、新しく大統領が、アイゼンハウアー、フルシチョフっていうふうにそれぞれこう変わりましたよ。これを、押さえておいてください。はい。新しい大統領、アイゼンハウアーとフルシチョフ。ちゃんと覚えておいてくださいね。で、次行きたいと思います。はい。今度、丸3なんですけれども、丸1、丸2、丸3はね、一つの事柄として、こうまとめて、セットにしておいてほしいので、まあ、ノートとか取る人はそうしてください。丸3。今度は、1954年のことなんですが、パリ協定というものを結びました。はい。1954年、就任してから1年後か。はい。パリ協定。で、これはどういう協定かというと、これドイツが関係するんですね。パリってフランスにあるくせにドイツが関係するんですよ。で、フランスって、これ前回の授業、前々回かな、でも話したと思うんですけど、全然前回か。東ドイツと西ドイツに分かれて、それぞれ独立しましたよって話しましたよね。で、こっちがまあ西ドイツなわけですけど、西ドイツは今までヒトラーがもう主権を握っていたんですね。ヒトラーという人が。なんですが、このパリ協定を結んだことによって、西ドイツの主権を回復しました。どういうことだと思いますか？西ドイツの、青にしよう。主権回復と。はい。
今までヒトラーが主権を握ってたんだけど、主権が回復したということは、まあそうですね、まあそういう独裁みたいなのが終わって、でもやっていきましょう平等にねっていう、そういう感じですよね。でその後西ドイツは NATO っていう、まあさっきやりましたよね、北大西洋条約機構でしたっけね、 NATO っていうのに、加盟しました。 NATO っていうのはこれ資本主義側の、資本主義が資本主義が社会主義に対等する、まあ、対抗する、まあ、やつですから、まあ、西ドイツは資本主義なので加盟したわけですね。これが1955年です。はい、ということで、まあ、西ドイツは主権が回復してと、で、NATO に加盟しましたっていう、そういう流れですね。はい、で次です、マリオン。その後この1955年にこんなのが起こったというか、こんなのをやりました。はい、ジュネーブ4巨頭を会談というのを開きました。でジュネーブってどこにあるかっていうと、スイスのめっちゃ端っこにあります。なんかスイスってなんかこう左側がちょっと細くなってるんだけど、ここにジュネーブあるんですよ。ジュネーブここね、うん、もうほぼフランスに近いんですよ。フランスにすごい近いところに、うん、ほぼフランスのようなものなんですけどね、まあ、そこにジュネーブがあって、でそれが1955年にジュネーブ4巨頭会談が開かれました。まあ、4巨頭ってことはなんか4つの国がなんか参加してるっていうイメージありますよね。それどこかって言いますと、まあ、4巨頭でっかい国をとにかく挙げればいいんですよ。あ、まずアメリカでしょ、それからイギリスでしょ、それからフランス、そしてソ連です。これはもう資本主義社会主義で、ま、と関係ありません。もうバラバラで、とにかく世界中の強い国が、4つの強い国が集まったんですね。で何をしたかっていうと、もう冷戦やめようぜと、ね、もうこんなくだらねえこともやめようって、そういう話し合いをしたんですね。はい、そういうその冷戦をやめて、もうお互い平和にやっていきましょうっていう考え方のことを平和共存っていうふうに言うんですね。平和共存、この考え方が、このジュネーブ4巨頭会談によって、まあ、平和共存っていうのが結論、そういう結論になったわけですね。平和共存でいこうということになりました。ということで、まあ、冷戦やめようっていう流れになったわけです。はい、じゃあ次丸5いきますよ。でそのままもうどんどん分かっていくと思いますが、丸5です。で、このまま順調に、世界が平和になっていくのではないかという状況だったんですが、ソ連でこんなのが起こりました。ソ連共産党、当然ソ連共産主義ですからね、ソ連共産党第20回大会、これ名前長いよね、うん、ソ連共産党第20回大会、これが1956年に開かれました。でここでソ連も、嬉しいことに、これ本当嬉しいですよね、ここでソ連も嬉しいことに平和共存政策っていうものを採用するようになってくれました。これは本当助かることですよね。平和共存政策の採用を宣言っていうか、まあ、平和共存政策を宣言って言えばいいかな、をやりますよって言ってくれたんですね。だからこれによって本当に冷戦が終わるっていう、そういう方向になりました。それでこの、まあ、ソ連共産党第20回大会ですよね。でこれって、まあ、大会だったんですが、まあ一言で分かりやすく言うと、今で言う生徒総会のようなものなんですね。だからなんか僕は学校をこんな風にしたいですとか、そういう意見を出すような、そういう大会だったんですよ。でこのまあそういう生徒総会のような、このソ連共産党第20回大会で、ソ連の、まあ、後継者として大統領になったフルシチョフいましたよね。さっきやりました。フルシチョフが、この第20回大会で、スターリンを批判しまくったんです。わかります?言ってることわかります?わかるかな?スターリンっていうのは、今までの独裁者の大統領ね。で、スターリンが、もう死んだ後、フルシチョフが大統領になったわけでしょ。で、スターリン死んだってことはもう何言っても怒られないでしょ、ね、で、
だからフルシチョフが全くあいつはっていうそういうことでもうスターリンの悪口をもう言いまくったんですよ。もうスターリンの批判とか悪口をとにかく言ったりして、ね、でスターリンって実はこれ事実なんですけど今まで800万人も人々800万人も人を殺してきたんですよ本当に、うん、だからそういうなんてやつだっていうのをフルシチョフがまあ批判するってことを行ったんですね。それでその後、同時にこんなことも起こりましたよと、この第20回大会でコミンフォルム解散させようってことが決まりました。でここでコミンフォルムってなんだっけなと、もう忘れちゃった人もいると思うんですが、確かにね一番最初の授業でやりましたからね。はい、コミンフォルム解散させました。コミンフォルムっていうのはこれはまあ共産主義社会主義って言えばいいかな、うん、まあ社会主義でいいや、社会主義が資本主義に対抗するために作ったやつですよね。はい、まあ共産党情報局なんていうやつでしたけれども、このコミンフォルムがまさにこれ冷戦の象徴だったわけですよ。わかります？社会主義が資本主義に対抗してるわけだからね。なんだけどもう平和共存政策でいきましょう、もう冷戦なんてやめましょうね、資本主義と社会主義の対立はやめましょうってことになったからコミンフォルムは解散することになったわけですよね、うん、ってことになりましたと。そして、その後こんなことが起こりますと。これさっきも図に書いて説明しましたけど、スターリンが批判されたわけですよ。スターリンはあんな悪いやつだとね。で今までスターリンの権威を傘にかぶっていた 傘に着て威張っていた東ヨーロッパのトップの政治家の人たち、さっき話しましたよね、なんかスターリンの権威を重ねて今まで威張ってたって人たちいたよね。そういう人たちは威張れなくなってしまったんですよ。でするとどうなるかって言ったら、さっきも話したけど労働者や知識人や学生がデモを起こすようになったんですね。はい、ということで、反訴暴動が起こりましたっていうそこです。はい、スターリン批判の影響ですよ。スターリン批判の影響でね、今までスターリンの権威を傘に着て威張ってた人がもう威張れなくなってしまってデモが起きましたよね。で反訴暴動、反訴って分かります？どう反訴、つまりもうスターリンが消えた、つまりスターリンっていうのはソ連の今まで大統領だった人が死んで消えてしまったということは、もうソ連に何やってもいいや、ね、ソ連にどんな攻撃仕掛けてもへっちゃらだってなったんですね。スターリンに殺されないから。だから反訴暴動が起こって、でどこで起こったのかって言ったら、基本的に世界史では、2つの国名を覚えてもらえてほしくて、1つがポーランドです。もう1つハンガリーですね。はい、ポーランドとハンガリーっていうこの2カ国どっちも共産主義ですけれども、で、反訴暴動が起こりました。はい、っていうのが、東ヨーロッパでの影響ね。でさらにさっき話しましたけど、中国にはどういう影響が起こったって僕言いましたか、覚えてますか？スターリンが死んだことに対して中国の人たちってどういう反応したかっていうと、中国の人たちはスターリンを信じていたわけですよ。でそのスターリンが死んでしまった、だからソ連と中国はちょっと仲が悪くなってしまったわけですね。だから、はい、中国とソ連では、はい、論争が起こりますということです。中ソ論争開始ということですね。はい、ということなんです。ここまで大丈夫でしょうかね。でまあそんな感じで、スターリンの死がこんなにも影響してしまったね。だからそこまで こんなことまで起こらせるぐらいですから、このスターリン批判ってすげえ影響力をもたらしたもので、うん、なんかこれをね最初から最後までビデオにしたやつとかなんかあるらしいですけどね。まあ、そんなの見てる暇はないと思うんですが。で、最後に行きたいと思いますね。丸雪解けの到来の最後です。丸六。最後に、1959年に、はい、これが起こりました。起こったんじゃねえ。またこれをしましたね。しました。キャンプ・デービッド会談というのを行いました。キャンプ・デービッド会談っていうのを1959年に行いました。はい、で
どういうことかと言いますと、簡単に言えばソ連の大統領であるフルヒチョフがアメリカに遊びに行ったんですね。このキャンプデイビッドってこれアメリカの地名です。多分地名か、いや、あ、ごめん、地名じゃないかもしれない。まあ多分、まあアメリカに関係あるんだけど、まあ、あ、思い出した。キャンプデイビッドっていうのはアメリカ合衆国の大統領の別荘ですね。別荘っていうか、うん、そう、別荘みたいなものです。そこにフルヒチョフが遊びに行ったんですよ。それが大事。そこに、いいですか、アメリカってことは資本主義でしょ、のそこの大統領の別荘に社会主義の国のソ連の大統領が訪米したんですよ。訪米アメリカに訪れるね、訪米ってことね、アメリカに訪ねたんですね。つまり大統領に会いに行く、つまりこれは仲直りしたってことですよね、アメリカとソ連が、ね、もう冷戦じゃ、もうむしろ冷戦じゃなくなってるわけじゃないですか、ね、なんだけど、しかしまた米がアメリカが裏切るんですよ、うんね、一応今ここで切っておきますけど、結果的にまたアメリカが、裏切るっていうことが起きるんだよってことを一応知っておいてください。はい、はい、じゃあ一応今回の内容は以上ですけれども、今回ちょっとおまけをやっておきたいと思いますね。というのはですね、今回は1950年の情勢をやっているわけですけれども、それに合わせて、この時期になりますと、まあ、第二次世界大戦が終わった後なわけなので、というのもありまして、核開発というのが進んできたんですね。核開発、第二次世界大戦中にほら長崎に落とされたあの核爆弾とかありますよね。核開発、同時に平和運動も進んでいきました。でこの核開発と平和運動について、1950年代にすごく進んだので、ちょうど今1950年代の情勢をやったので、ついでにねまとめておきたいと思います。はい、まずですね、1から4まで超簡単にいきますね。まず、1950年の頃にこんなのが出されました。ストックホルムアピールというのが、出されました。でこれは何かと言いますと、まあ、1950年に出されたんですけれども、簡単に言ってしまうと、核兵器は何があろうと使っちゃダメだよってことを決定したんですね。もうそれ単純です。核兵器は本当に危ない、ね、何があっても使っちゃダメだっていうふうに、もう核兵器をどんな条件であろうが、どうであろうが、とにかく使っちゃダメ、無条件で核兵器を、まあ、使うことを禁止しましたよっていうことにしました。はい、ちょっとどうでもいいんですけどね、あの核兵器って逆にあるおかげでいいこともあるんですよね。核兵器があるおかげで、要は核兵器あると恐ろしいじゃないですか、ね、核兵器を使うともう絶対人が死ぬ、地球が滅びちゃう、ね、だから核兵器があるおかげで、要は恐ろしくて逆に戦争できないっていう状況になるわけですよ。今ほら第三次世界大戦で起こらなかったじゃないですか。それって何かって言ったら核兵器が存在してるおかげですよね。そのおかげでもう恐ろしくて戦争なんかできやしないってことになって今起きていないっていう風になってるから、逆に核兵器ってそういう抑止力になっているっていう点があるんですね。はい、これも一応知っておくといいと思いますよ。で話戻しまして、1954年に突如こんな事件が起きてしまいました。第5福竜丸、なんか日本語だよね、絶対日本語だよね、第五福竜丸なんか日本の船って感じしますよね。っていう、まあ、第五福竜丸事件っていうのが起きて、どういうことかと言いますと、アメリカが核兵器の実験をちょっとしちゃったんですよ、うん、でその時にあの近くに日本人がいたんですよ。よく確認したんだよ、ちゃんと。ちゃんと安全にやろうとしたんだけど、近くに日本人が いたのね。もう、すごい よく分かんなかったんだけど、でも、その日本人が被爆してしまったんですよね。すごく運が悪いことに。で、その日本人の船が、第五福竜丸っていう船なんですね。だからその名前から取っているんですけれども、書きますね。この第五福竜丸事件っていうのは、
アメリカが、当時核兵器の実験を行ったんです。それ具体的に言いますと、ビキニ水爆事件っていう事件なんですね。水爆。はい、これによって、日本人が被爆してしまったわけです。だから日本はもう今回はほら原爆じゃなくて一応水爆なんですね。水爆、原爆と水爆って違いますよね、明らかに。で、今回水爆で日本人が被爆した。で、これをきっかけに日本人は、じゃあもう原爆だけじゃなくて、今までは原爆はもう禁止してたけど、でも水爆も禁止にしましょうっていうふうにしたんですね。ということで、日本はこれを行いました。第1回原水爆禁止大会というね、原水爆禁あ違う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 禁原水爆禁止世界大会というですね、本当世界大会ですから、かなりね、すごい大会なんで、規模がでかい大会なんでしょうけど、ね、というのを起こしまして、これは1955年ですね。どこでやったのかというと、やっぱり原爆が落とされた場所ということで、広島でこれが行われました。原水爆禁止大会ね。で、それによって、まあ、原爆も水爆もどっちも禁止しましょうっていうのが決まりました。はい、一応これが基本ですね。はい、じゃあ、あとは丸三丸四なんですけれども、あとはこんなことも、こんなね、こんな平和運動も行われたんですよってことですね。丸三丸四いきましょう。じゃ、まず丸三がですね、これ名前難しいですよ。ラッセル・アイン・シュタイン宣言。すごい名前ですね。ラッセル・アインシュタイン宣言という宣言が出されました。まずラッセル、この人は思想家です。ラッセルは思想家ね。で、アインシュタインは何か。アインシュタインは科学者です。まずそこは大丈夫、そこはまあ常識的なところですけど、はい、というふうになっているんですけれども、が何をしたのかと、まあ、これ1955年、まあ、原水爆世界大会と同じ年なんですけれども、この宣言によって何を宣言したのかっていうと、まあ、思想家と科学者によるものですから、核兵器が、の、危険性というのを、あ、字がおかしい。まあ、警告しました。ね、核兵器は本当に危険なんだ。ね、だから絶対に核兵器は使っちゃいけないよっていう、そういう警告をしたんですね。これ、もう本当、平和につながる運動ですよね。こういうの平和運動ですよね。はい。で、最後、丸四。1957年ですね。その2年後ですけれども、これは結構有名だね。パグウォッシュ会議というのが開かれました。パグウォッシュ会議。はい、これが1957年に開かれたんですけれども、これ実は今でも行われている会議なんですね。これは何かというと、これも平和運動の一つなんですが、科学者による平和提言。が行われましたよと。まあ、パゴー州っていうのはこれカナダの地域なんですが、まあそこで行われました。ラッセル・アインシュタイン宣言でこうね、核兵器はダメだよってことが警告されて、で、その考え方に基づいて、まあカナダのパゴー州でその科学とか国際問題とかそういうものに関して、まあ話し合いをするという、まあそういう平和に近づいていく、そういう運動でしたね。はい、これも今も続いているということで、覚えておいてください。あ、ちなみにさっきなんかビキニ水爆事件とか出てきたけど、ビキニっていうのはこれも地域の名前でして、あれもですね、あれですね、アメリカの真ん中のどっかにある島の名前なんですね。はい。ということです。一応おまけは以上です。はい。これはあくまでおまけですから、メインの内容、冷戦のメインの内容ではありませんけれども、一応こういう核開発や平和運動が進んだんだということを理解しておいてください。ということで、今回の授業は以上です。皆さん、勉強頑張ってください。